スマスイッチのボーカルがバカ舌だとこれ思われると、これはもう有識問題ですよ。これはなるほど、大橋さん自信あるわけだと思うんですけど、自信の思いがあるわ。大丈夫、これカツオだし。スキマスイッチのこの辺までやってみよう。よっしゃーす、よーす、うん、はい、ということで今日は何をやるんでしょうか。うん、最近ですね、はい、地上波のテレビでよくお二人をお見かけするなーなんて思ったんですけど。そうですね、もう本当いろんなの出させてもらって、歌番組以外もお世話になってる。お一つかったですか、忙しいというか。忙しいですよ、ね、ですよねそうね、それを言う、ね、そんなことないですよって言えない、言えないぐらいそれで何出られました。成り行き街道、街道でしょ。僕はつまみになる話、うん、はい、出てましたね、はい、バラエティだと旅サラダ、あ、旅サラダ、ラビットも出られた、ラビット、デイデイ、デイデイ、はい、あと何かありましたよね。ヒルナンデス、ヒルナンデスね、ヒルナンデス、そこなんですよ。ヒルナンデス、そこなんですよ。我々が気になったのはそこなんですよ。そこなんですよ。何かありました。ヒルナンデス、何されたか覚えてます。出汁やりませんでした。ああ、やりましたね。出汁やりましたね。やりましたよね、はい。だしね、答えられた。このだしには何が入っているんでしょうかとクイズに対して大橋さんは正解できなかったと思う。そこのエビね、エビ、エビだし、そうそうそう、エビのだしね、エビだしね、そうそう、そういう着目。もうあれを見た瞬間に何をやっているんだとこの番組はいろんな食べ物やってるじゃないですか、何をやっているんだと。確かにね、もうこれはむしろ怒りが湧きましたあ、そうですか。そうです、それは申し訳なかったですね。本当に分からなかったですよね。なぜ分からない。何か食べたことあると思ったけど、何かは分からなかった。食べたことはあると言っていた。これはもう我々のスキマスイッチのボーカルがバカ舌だと、これ思われると、これはもう有識問題ですよ。これはなるほど、あ、そういうことですか。そう、はい、ということで、はい、今回はいつでもヒルナンデスに呼ばれてもいいように、うん、出汁に何が入っているのかを当てる出汁当てクイズに挑戦してもらいます。すげえ。次のヒルナンデス出汁じゃないでしょ多分。これからですね、お二人にはある出汁を味わっていただいて、その素材に何が入っているかを当ててもらう。で、回答権は一つの出汁につき1人3回、いくつかの出汁に挑戦してもらって、最終的に正解が多かった方の勝利、勝った方には今回使った出汁を全て差し上げると。ただ負けた方には当然そのお代をお支払いと。じゃあまず大橋さん、自信あるわけないと思いますけど、自信のほどはいかがでしょう。あるわ、自信あるわ。自信あってあれなの、ないと思いますけどってなる。エビは当てられなかったからね。それだけ分かりやすい出汁を当てられなかったからね。強かったからね。まあ、あんまり強く言っても信憑性がないですけど、でも意外と下はそんなに悪くはないはずなんですけどね。じゃあ今回ぜひこれ証明していただきたいと思って、はい、時田さんはどうでしょう。あ、ちょっと未知数ですけど、うん、であと普段のロリもあんましないんであれですけど、まあ、食べるの好きなんで。なるほど。では最初の出汁をお願いいたします。はい、失礼します。え、すごい、ちゃんとして、ちゃんとした、ちゃんとしたな。だいぶこぼれてるけど大丈夫手元、僕手元がガチャガチャガチャってなっちゃってる。割と似合ってるねこちら出汁専門店茅乃舎の茅乃出汁。ああ、有名なやつじゃないですか。熱いんで、はい、気をつけてください。はい、茅乃舎ね、出汁といえば、はい、茅乃舎さん、有名ですね。こちらの出汁をですね、まあ、香り嗅いだりとか味わっていただくとか、まあ、お任せしますけども、素材に何が入っているか分かった方から一人ずつお答えいただく、こういう感じ。そうですね、になっております。で、答えるときはですね、カメラを料理長に見立てて、改めて一口飲んで、大将これちょめちょめ入ってるよねという食通な感じでですねドヤ顔で答えていただきたいと思っております。ではまずティースティングタイム、はい、お願いいたします。あものすごいよく嗅いだことがあるな、うん、はい、トリさん、はい、飲まずにいけた、うん、匂いで。大将これカツオ節入ってるでしょ。藤田様、カツオ節入っております。ありがとうございます。
確かにカツオだな。ええー。いや、分からんかったけど。匂いでいける。言われて分かった。あ、そう。これも順番じゃなくていいんで、大橋さんが来たら2回連続でも別に言っていいですから、ね。なるほど。あ、他のも入ってるの？他にも入ってる。いっぱい入ってるの？いっぱい入ってるのね。いっぱい入っております。カツオ節だけじゃないだけじゃないですよ。いや、だからそれクイズにするわけないでしょ。あ、そういうこと？うん、ああ。うん、じゃあもう一回、はい、お、福井さんいきますか。はい、うんうん、大将これ煮干しも入ってますね。福井様、煮干し入っております。ありがとうございます。嘘だ、まあ、これ正式に言うとイワシ煮干しイワシですね、はい、イワシのちっちゃいですね、はいはい、入ってます。そんなにいっぱい入ってる。入ってます。入ってるだろうね、だしは。なんか魚入ってるな。そう。多分魚それ以外にも入ってます。入ってますよ。魚入ってるな。入ってます。それだけじゃないですか。ヒント入ってます。じゃあ行ってみよう。はい。大将。大将これタイ入ってますよ。お様、タイの方は。入っておりません。入っとらんのかい。入れとけ。あんま聞かんもんな、タイ出しね。まあまあ、お茶漬けではあるけどね。なんだろうな、これもう一個の魚だな。なんか魚の味すんだよな。イワシとカツオ以外の、はい、あ、竹下さん、いきますか。はい、大将これ、アゴ出汁も入ってる。竹下様、アゴ出汁入っております。おめでとうございます。正式にはこれ焼きアゴですけども、はいはい、入っております。深井さん全問正解と。ありがとうございます。深井さんあと2回ありますから。まだまだ入ってまだ入ってますからね。まだ入ってんのかまだ入ってますからね。まだ入ってんのかよ。入ってるだろうな。調味料もいいんですよ。調味料もいいのね。うん、調味料もいいですよ。あ、じゃあもういきますよ。大将これ醤油入ってる。大橋様、醤油は入っております。よしよしよし。まあそりゃそうや。はずいわ。まあ粉末醤油ですけど一応入っております。はい、ね、大橋さんチャレンジもう1回あります。あと1回。ちょっと待って、これじゃ当てたら並ぶわ。すごいの当てたいよな。どうせわ、それ分かったんですかね。そう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 な。分かった。はい、見えた魚が。お、大将これトンビ入ってる。大橋様、トンビの方は入っておりません。ちょっと待って、トンビって何？魚だよ、鳥だよ。これ当ててほしかったですね、トンビ。あ、よりまあ、昆布は入ってんだよ。入ってます。昆布は入ってんのか、はい、まあ、あとは食塩という、うん、ということでございまして、第1問目の茅野屋出汁さんの、正解は、時田さんは全問正解の3ポイント、お橋さんが1ポイント、うん、このままではバカジーダにマッシュラということ。僕オーソドックスなのは得意じゃないから。なるほど。確かになるほどなるほどなるほど。失礼します。はい。失礼します。続いてがですね、茅野屋の北海道海の出汁になります。ということで、2品目、茅野屋さんでございますが、北海道海の出汁。うん、北海道海の出汁。でございますので、もうタイトルでね、ちょっと、まあね、ヒントはあると思いますが、あれかなとかね。北海道ツアーで行かれてますもんね。行ってます。はい、遠い、美味しいも食べてますよね、いろいろとね。はい、食べてます。だとしたら、分かると思います。なるほど。では、テイスティングどうぞ。
ちょっと今時田の早かったかな。大丈夫、新田君でいい。新田君でいい。いや、先ほど強っ。大丈夫これ昆布入ってる。時田様、昆布は入っております。利尻、利尻昆布だな。まあそこまでは書いてない、もう一個はもうこれ、はい、じゃあ強すぎて、続いて行きますか、大橋さん。行きます。はい。はい、大将。ちょっと待って、大将。ちょっと待って、大将。確認しとる。確認しとるぞ。大将、これカニ入ってるよね。お師様、カニの方入っております。よっしゃ。カニ出しだもん、ね。正式に焼きガニパウダーですけどね。パイのカニ入ってるね。すごい強いですね。強い。まだまだございます。でもこれ、はい、大将。おい大将。大将これエビも入ってる、ね。お、お師様、エビの方入っております。よっしゃ。リベンジ。危ない、エビいっとかんと。そエビをまずいっとかんといかん。またエビわからん、あいつって言われる。バレバレいきますね。はい、お、大橋さん、またいきますか。はい、大将、これホタテ入ってる。大橋様、ホタテの方入っております。よっしゃ。北海道来てる。北海道大橋さん3問行きましたね。行きましたよ、行きましたね。ほら、こっからだから、こっからの方がむずいから。そうなんだよな、もうだ出ちゃってるからね。あと何。あ、はい、大将、これ鮭は入ってる。トイタ様、鮭の方入っております。おー、よし、魚の出汁の。あと1回じゃ、その醤油とか塩とかも やっぱ嫌だね。嫌なんだ。うわ、逃げた。そういうとこじゃない、軽いなって感じ。それも0.5。いや、でもその醤油と塩とかしか残ってなくなったらそれ言うしかないもんな。そう、っていうこともありますからね。え、これも大将、これ、カツオだし入ってる。伊藤様、カツオの方は入っておりません。あ、抜いてんだ。はい、ということで、鮭が終了でございまして、まあ、出した以外で言うと、まあ、うん、食塩とかはありますが、うん、まあ、煮干しなんです、イワシ。あ、まあ、イワシ入ってるんだ。あと、まあ、片口イワシ煮干しっていうのも入ってるんですけど、うん、まあ、これは両方でもどっちかが正解だなと思ったので、まあ、ほぼほぼ出てはいます。出たね、はい、そうそうそう。ということで、2問目は大橋さんが3問全問正解。よっしゃ。で、時田さんは2問、はい、だって現在は時田さんが5、大橋さんが4という。なるほど、なかなか接戦。うん、来ましたね。続いての出汁をお願いいたします。失礼します。続いてがですね、同じ北海道なんですけど、茅野屋の北海道第一の出汁になります。第一の出汁。いっぱい、カヤノさんすごいな。すごいんです。いっぱいあるんですね。いや、ではそれでお二人テスティングお願いします。なんだこれ。はい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 。おおおおおお。大将、これジャガイモ入ってるでしょ。ゆさ様、ジャガイモの方入っておりません。うっそ。この匂い、これなんだこれ。違うんだ。はい、大将、これトウモロコシ入ってるね。大橋様、さすがですね。トウモロコシ入っております。よっしゃ。はい、どうぞ。大将、これコンソメ入ってるね。アスパラ入ってるね。昆布使ってるね。ほうれん草入ってるよ。入っておりません。ということで、ここで終了。
正解、他にですね、まあ、食塩はもちろんあるんですけど、椎茸。椎茸だ、それだ、椎茸だ、それだ、おい椎茸だ、絶対椎茸やな、鍋の時に入れるやん。椎茸と舞茸も入ってます。なるほど、ね、キノコだ。そして野菜はごぼうと玉ねぎ。あ、玉ねぎね、大地の、はい、これ結構難しかったですね。大橋さんが今の第3問目は1ポイント正解で、福井さんは0ということで、現在5対5。おっしゃ、来た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 。え、まだ終わらない、ラストになります。すげえ、すげえ。次がラストでございますので。落ちた、美味しかったんだ。さあ では最後の出汁になります。最後どうぞお願いします。失礼します。最後はですね、茅野屋のとある出汁になります。とある出汁、とある出汁、はい、これですね、商品名を言っちゃうと分かってしまうので。なるほど、今回は最終問題だけど商品名は言いません。なんか今までより香りが弱いぞ、色もちょっと違う、うん、テイスティングの方をお願いいたします、はい。何これ、どだれ。はい、はい、大橋さんどうぞ。大将、これタケノコ入ってる。タケノコの方入っておりません。大将、これ牛骨入ってますよ。月様、牛骨の方入っておりません。動物の感じがしたんだよな。これよく食べるんだけど、なんだこれ、よく食べるな。よく食べるな、なんかで食べるな。あ、はい、はい、月様さんどうぞ。大将、これ鶏ガラ入ってるでしょ。時様、鶏ガラの方入っております。よっしゃ、まあ、厳密にこれ鶏削り節って言うんですけど、はい、入っております。おめでとうございます。また鶏系。さあ、チャンスはあと2回と1回でございます。じゃあ行ってみよう。大将、これ大豆入ってる。お師様、大豆の方入っておりません。あと1回ずついかん、あと1回しかない俺チャンス。今のところ富士さんが1ポイントリード、取れば勝ちだ。そうです。さあどうする、行ってみよう。大将、これ株入ってる。トキさん、カブは入ってないっす。ということで、トキさんはチャレンジ終了。そうか、はい、大橋さんはチャレンジ同点に追いつけるか。意外と下はそんなに悪くはないはずなんですけどね。じゃあその醤油とか塩とかでも やっぱ嫌だ。大将、これ塩入ってるね。あ、出た。散々言ってたのに。ちょっと大橋様、塩の方入っております。いいのかそれ。入ってるな、これで塩入ってるわ。はい、ということでチャレンジそれぞれ終了ということで、何だったんかな。この出汁はですね、実は鶏出汁です。なんで時さんの鶏がメインだ。あと入ってるの実はね、鶏関係しかないので、あとは塩と醤油しかなかった。だから実質鶏が出したらほぼ正解、他なかったのも事実。なるほど。あ、なるほどね。こんな塩はあながち間違いじゃなかった。間違いじゃないです。なので正解なんで、結局ですね、これまでの最終結果ですね、お互い6ポイントずつという。なんやそれ。痛み分けない、まあ、でも意外とバカ舌じゃないんじゃない。そうそう、そういう意味ではね、結構当ててるってこと、我々ってことね、そういう意味では。ということですね、まあ、これは特にお支払いはないので、はい、お二人にまあ出汁を分け分けしてもらえればと。その当てたやつでいいんじゃないですか。確かに、ね、鳥はもう慎太くんが当てたから、はいはい、そうですね、鳥を持っていったらいいみたいなことじゃないですか。はい、鳥で結構です。
ということで企画終わります。いかがでしたでしょうか、うん、いやこれは面白いね。面白いな。これは面白い。まあよかったです。エビ答えてもらってよかったです。確かに。あ、よかったよかった、うん、エビ取り返したわあぶね、あいつまたエビ当てんかったってなるこの辺まで。はい、ということで、はい、非常に面白かったですね、はい、これ、ね、いろんなものでやりたいな。なんかやりたいですね。今回カエナさん全部縛ったの面白かったね。確かにね、全部するとね、うん、それがまた広がるともっと全然いろいろ変わってくる、うん、きっと出汁美味しい、うん、出汁は美味しいですね、うん、さすが。またやりたいです。またやりたいです、はい、ちょっと今度違うので ね。はい、ということで今日はこの辺まで。チャンネル